ブランド X1 で、セブンセンス、ザ・レミニッセンス・オブ・オーをお買い上げのあなた、ありがとうございます。セブンセンスです。はい、ただいま、午前6時。もうね、初っ端から声も発しなくなってるよ、誰も。ほんとね、もうね、俺だけに任せるのやめた方がいいよ、マジで。俺もう先輩なんだからさ、一応さ、頑張ってよ、若いのとかさ。まだ6時とか全然元気でしょ。元気ないっすよ。元気、俺元気だったらその年齢の元気。そうそうそう、そらあかんやろ。ああ、そうか。ごめんごめん、ちょうど。なんだっけ、なんだこれ。コメント DVD だよね。忘れた。めっちゃ朝立ち。はい、というわけでね、これ特典 DVD なんですけども、まあ何を話すかって、まあいつもね、大体ね、CD の感想とかね、こうエピソードとかね、まあそんなもん聞けばわかるだろうってよく、まあ向こうの人が、向こうから多分ツッコミが、を入れられてると思うんで、今日はちょっと変わった話をしようかなと思ってます。いやまだ何も言ってないんですけど、ちょっとタイミング早く。はい、じゃあね、まあみんなと一緒に考えるセブンセンスの未来について、ではレイスから。セブンセンスの未来ですか。うん、なんか未来について思ってることとか、はい、こうしたいだとかああしたいだとか、こうなるぞとか、何でもいいけど。まあ個人的に言えば身長伸ばしたいですけどね。はい、いや、うん、いいと思うよ。伸びないんですよ。あれじゃん、昔みたいに厚底履けばいいんじゃない。 10年ぐらい伸びてないんですよ。1センチぐらいしか。そう、突っ込みづらいな今の。まあでもね、まあ大丈夫だよ、今ビジュアル系のバンドは背く人多いから大丈夫だよ。ちっちゃいのも可愛くていいよね。そう、ちっちゃい方がね、ギリギリ動けてかっこいいんだよ。大事なところは大きければね。使えねえじゃねえか。いや、まあ今は別に大丈夫でしょ。放送禁止ではないけど、放送は OK。 ここは広げるからだ。そうだ、はい。で、テイス、それでいいの。いいの、次行っていいの。変な方向に戻っちゃいましたけど。いや、最初から変じゃんだって。次行っていいの。じゃあ次へ、はい、じゃあレイスは、まあ、背が伸ばしたかったんだ。はい、はい、いや、これから伸ばすつもりなんでしょ。すいません。はい、僕はね、なんか、まあ今もライブは結構やってるんですけど、うん、まあ、今までこう限定音源と、うん、あとまあ、シングルが2種類出ただけなんで、うん、まだこう結構ライブで、まあ音源化されたちゃんとした音源を聴いてない状態でライブをやってきたんで、うん、まあちょっとこう、ノリがわからないとか、曲の展開がわからないとかいうので、なんかこう一体感が得られなかった部分があったんですけど、今回ねミニアルバム出せたことによって、ぜひこうみんな聴いて、じっくり聴いて、でまあ勇気を出して今いる場所から一歩前へ、はい、でこう僕たちと一緒にこう盛り上がって、なんかすごい光景がホールで見れたらいいなと、はい、そうだね、うん、願いですね。振り付けとかも今後考えていったりするんですか。あ、振り付けですか。振り付けだからもうみんなで盛り上がって手を挙げたりとか。まあまあでもね、かっこいいのがあれば、そう、まあ、僕そこは最優先なんですよ、うん、なんかね、変な振りとかなんか嫌でしょ。だって僕大好きな人が変な振りしてたら嫌なの。あれ、まあ、というわけでね、かっこいいのがあればね、ぜひ取り入れていきたいなと思ってますけどね。ちょっと今考えてるのが、あ、まあ、無理を言っちゃったね。はい、というわけで、はい、考えたいと思いますよ。はい、はい、盛り上がれるようにね。はい、はい、はい、まあ、いつかの話になるんですけど、ライブ DVD なるものを出したいですね。うん、なるほど。
ってことはそれですよ、うん、じゃないと DVD が結構きついよね、うん、いやなんかこうライブが売りみたいな感じがあるじゃないですか。ライブでもその音源を再現できるっていう、それがかなりこのバンドは強みだと思うので、うん、そのライブのその瞬間っていうのももちろん大事なんですけど、それをこう、ね、あの形にして残すっていうことをやってみたいなと最近すごく思いました。なるほどね、うん、ライブね、DVD ね、あれはね、怖いんだよね。俺前日に39度熱が出たことあって、ライブ DVD 翌日に撮るってライブ行く時もう残るからね、それもね。で、自分では一生見ないみたいなことにもなりかねないんで、その時にはちゃんと体調を整えたいと思います。はいはい、なるほど、はいはい、そうだね、はいはいはい、セブンセンスの、うん、未来、未来、こうちょうど今回、1周年で、うん、まあ、ミニアルバムをリリースすることになったんですけれども、うん、本当はね、実際去年の年末ぐらいに出す予定だったんですけど、うん、まあ、いろいろ事情がありまして、まあ、ちょうどこの1周年の機会にちょっと延期されてしまったわけですけども、そうですね、まあ、1周年の機会にミニアルバムが出て、うん、世に知れ渡る曲というか、うん、まあ、皆さんに知ってもらえる曲の数もちょっとずつこうやって増えてきているので、うん、まあ、今年中にはね、なんとかね、まあ、まだ今までセブンセンスがやってない大掛かりなねライブもね、まあ、バンバンだったりねできたらないいなと思って今、うん、いろいろね、活動しているので、まあ、なんとか、やりたいです。今年中にワンマンを、はい、はい、と思っています。なので、まあ、このミニアルバムのね、曲もきっちり覚えて、して、さらに、また、リリースできるかもしれないので、さらに次の作品をですね、それも、まあ、気が早いですけど、それも期待してもらって、ワンマンも実現できるように頑張るので、期待して待っててもらえたらなと思っています。はい。以上です。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。どうですか？